大人の世界にようこそ。はい。ポケモン始めて3日目ですね。はい。それで、まあ、ご覧の通りね、これ強いもの順に並べられてるんですけど、結構ね、ポケモンゲットしましたよ。250分の126。126と、まあ、いるってわけですか。で、個体いるってわけで。まあ、こんな感じで、結構ね、もうやり込んでる方はもうこんなの全部知ってるよっていう方もいるかもしれないですけども、まあ、取りましたよ。はい。まあ自分なりにね、まあ仕事を普段してる身なんでね、ほとんどできる時間っていうのは夜しかないんですけど、夜ほとんどそれしかも家の近所ぐらいでしかやってないんですけど、まあこれだけ取れました。はい。まあそれでね、今ね、レベルが8なんですね。ちょっと、マップの場面、モザイクかかります。ちょっと編集のしてる時にね、ちょっと気づいたんですけど、それ全部出せないんで、レベル今8なんですよ。で、そろそろね、ちょっとジムってところに行ってみようかなと思いまして、ちょっと、試しと言いますかね。まあ、と言いつつもね、まあ、これだけ強くなったんだから、まあ、そこそこ、まあ、いいんじゃないの？まあ、通用するんじゃないの？みたいな感じで。うん、ちょっとね、そういうのもありつつ、ちょっとね、期待半分、不安半分ぐらいの感じで、ちょっとね、近所にね、ジムがあるんで、こっから、なんかね、あ、なんかいるけど、これ何？ちょっと待ってね。ドラゴン的なやつが飛んでるから、こう強そうだな。こいつやめとこう。こっちは？こっちもドラゴンかい、それで。ダメだな。ダブルドラゴンだな。こっちダメだな。でも、うちから一番近いのがこれなんで、ちょっとこっちにちょっと行ってみます。はい。レベル5からじゃないといけないって言われたんで、5を過ぎてしばらく経った、まあ8だったらいいかなと思って来ました。いや、ポケモンをたくさん捕まえて、ポケモントレーナーとしての経験を積んできたようだね。素晴らしい。君もいよいよポケモンバトルへ参加する準備が整ったようだね。これなんか博士みたいな話だっけ？ウィローだっけ？私には3人のとても優秀な助手がいて、彼らは自分のチームを率いて、それぞれ違うテーマでポケモン研究してるんだ。はい。研究の一環としてジムでポケモンバトルを行っている。彼らは、ぜひ君をチームメンバーに迎え入れたいそうだ。Hey、 俺の名はスパーク。チームインストティンクトの、インストティンクト？言いにくいな、これ。ポケモンは直感が実に優れた生き物なんだ。俺はポケモンの誕生にその秘密があるんじゃないかと思う。俺のチームにジョインしな。直感を信じれば百戦百勝だ。まあ、まあ、めっちゃ聞いとくか。次。これは？女の人これ。私はブランシェ。ブランシェ。チームミスティックのリーダー。ミスティック。はい。ポケモンの知恵は計り知れないほど深い。そんな彼らが進化する理由、それを研究してる。私のチーム？冷静に分析すれば負けることなどありえない。あー、ちょっとなんかちょっとこれも嫌だな、クールすぎてな。私はキャンデラ、チームバーラー？リーダーよ。ポケモンは人間よりも強くて心が熱いの。私はポケモンの強化を研究して彼らと一緒に真の強さを探求してるわ。このチームの鍛え上げられたポケモンがバトルで最強なのは間違いないわ。準備はいい？そうだな。なんかちょっと熱い心が、ちょっとハートを感じたから3番かな。チームバーラーにしようかな。インスティクトっていうのはなんかこう、なんかちょっとカンピューターみたいな感じ、ちょっとね、ちょっと怪しいし。2番目は冷静すぎてつまんないし、3番目が熱そうだからな。こうちょっと、こういう熱い人に、この人にしよう。なんだこれ。チームを選んでるんですよ。これ、トン。おお、なるほど。これロゴマークね。あ、かっこいいじゃん。炎のね。不死鳥みたいな感じで。じゃあいいじゃないですか、これ。はい。選ぼう。レッドチームへようこそ。はい。なんだこれ。ジムへもっと近づいてください。あ、何これ。ジム行かないとできないってこと？これ。何これ。すごいね、この人たち。CP1275 って何これ。あ、これでキングってこと？あー、1903とか。ちょっと待てよ、これ。ちょっと桁一つ違うな、俺と。こんな強いの？ちょっとジムへ近づかないとできないってこと、これ。ちょっと待って、何？バッテンってよ。残念、じゃあできませんでしたね。すいませんけども。
なんだ、今日ね、これやろうと思って、じゃあこれ家じゃできないじゃないか、これ。近く行って戦わなきゃいけないんだ。じゃあなんかこれ、近所の人有利じゃないかね、これね。このケースって何か、ジムレベル3ってこれなんだろう。あー、これなんかね、あるんですよ。あの、これのスポットの近くにね。あ、これが、要するにあれか。これが目印なのか。目印っていうかシンボル的なもんなのか。あったんですよ。なんかあの、どっかの民族が暮らしてたアフリカ系のね、民族の家ですよ、みたいな感じで。実際あるんですよ、これね。まあ、家から数分で着くとこなんですけども。あー、そういうことね。あー、これちょっと、何これ、ちょっと、こんな強いの10倍も違うんだ。しかも近づかないとできないってことで、じゃあ、とりあえずこれは、あれですね。どうしようかな。じゃあもうやることがなくなっちゃったな、もう今日は。今日ね、そのジムに登録して、戦ったりとかね、そういうのをちょっと、やろうかなとか思ったんですけどね、できないんでね。待ってよ。自分とこう赤くなってる、これ。ほら。大人赤ちゃんの、して、炎になってるよ、これ。チームバーラーになってる。何、いけないのにも登録だけは済ませちゃうのこれ。なんかやだね、これね。登録できるんだったらいいじゃんね、ほんなね。そう。まあ、そんな感じでね、まあ、ちょっと、残念ですがね。まあ、あと、道具なんですけどね。やっぱモンスターボールがね、やっぱり1体につきね、まあ、1球で決まることもあるんですけど、強いやつとかの場合は、3球、4球とか投げないと悪いんで、結構消費が激しいんですよね。だから、どん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 なくなる一方で、今日は割と、ポケストップの方に行ったんで、増えたんですけども、50個ぐらい一時期行って、そこから20個ぐらい増やしたんですけどね。これが困りますね。なんで、あとまあ、私のちょっと作戦としましては、レベル9になったら、幸せの卵っていう経験値が2倍になるやつもらえるんで、それをちょっと使うと30分間経験値が2倍になるということでね、それをやって、その間にモンスターをバンバン倒し、ポケストップでぐるぐる回して、2倍、2倍、2倍って感じで、一気に経験値を稼ごうかなっていう作戦なんで、それはじゃあ、次回かな、できればやりたいと思いますんで、よろしくお願いしますということで、本日はちょっと非常に短い動画ですけども、今日はこの辺で終了です。じゃあ次回もよろしくお願いします。さよなら。